ちは、本郷奏太です。今日も懐かしのポケカ開封をしていきましょう。事務拡張2闇からの挑戦、前回撮った事務拡張の第2弾です。今回は後半4人のトレーナーのポケモンがテーマになっているパックという感じです。それでは今日もこちらを開封していきましょう。ではパッケージを見ていきましょう。事務拡張2闇からの挑戦、めちゃくちゃ文字が京さんの顔にかかってるけど、これはいいんだろうか。そしてね、夏目さん、桂さん、一番強そうな感じのポジションに榊さんがいらっしゃいますと。291円税抜き、まだ消費税が 3% という感じでしょうね。夏目桂に加え、新たに京榊のポケモンカードがついに登場。そうか、夏目桂さんはなんか箱のスターターがあったけど、京さんと榊さんはないっていう感じなんですね。じゃあ今日はこちらを開けていきましょう。狙いとしてはね、桂のリザードンとか桂のウィンディとか、その辺が欲しいですね。こちらの事務拡張2が151匹までだった時のポケモンの最後のパックになります。なのでここの次からは金銀のポケモンが入ってくるっていう感じですね。このパックには右下のテキストがないけど、金銀になったら復活するみたいなんで、そっちもねやろうかなとは思っております。では一番前にキラカードがあるみたいなので、これを最後のお楽しみとしましょう。うん、非常に綺麗っぽいですよ。楽しみ。さあじゃあ1枚目早速見ていきます。さあどうだ。おお、桂さん。あ、やはりね、星なんですね。ここは星の枠なので、一応レア枠という感じです。あなたが炎エネルギーカードを手札から出して桂のポケモンにつけるとき、つける炎エネルギーカードの枚数をこの番だけ1枚でなく2枚にすると。炎エネルギーは2枚持ってなきゃいけないけど、一旦に2枚エネルギーを加速できるという感じのサポートカード。いいですね、桂さん。すごくツルツルで白ひげで、この丸黒サングラスですごく素敵だと思います。じゃあ次行きましょう。よっこいしょ。お、これは丸ですね。丸のカードが来ました。コモンカード、カツラのロコン。あ、これは覚えてる。めちゃくちゃ持ってた。おお、かわいい。口にモンスターボールを逆さまに加えているじゃないですか。いやー、なんだこれは。めちゃめちゃかわいいぞ。超かわいい。あー、かわいいかわいい。特殊能力、自然に治るですって。自分の番に1回使えてダメ感を1個取り除くと、回復できるカードという感じですね。しかし種ポケモンなのに3エネ起動はちょっと使いづらいかもしれないなといった印象。じゃあ3枚目見ていきましょう。よっこいしょ。お、78番桂さんのやつのアンコモンカード。お、ギャロップ、これも持ってたな。じゃあこのパックは結構そこそこ買ったんだろうな。おお、かっこいいですね。ギャロップ、火の馬ポケモン、火の馬ポケモン、ちょっとどちらかわからないですけど、 1.7m 95kg ってどうなんだ。なんか馬にしてはめちゃめちゃ小柄ですよね。あ、こちらは1エネ20点とかあってなかなか使いやすそう。そしてギャロップの感じなので逃げ値が0です。いい感じですね。すごく強いと思います。じゃあ4枚目いきましょう。よいしょ。丸、水、あれ水って、でも霞はいないはずなんですが、夏目さんの水ポケモン。あ、なるほどなるほど、コダックが水として収録されてるんだ。夏目のコダック、すごい。このありもののね、素材を使いましたみたいな感じではあるけど、すごくいいと思いますよ。水ポケモンなんだけど要求エネは超と。なんかいいね、1エネ20点とかも打てるから、なんか面白いスタートになりそうなポケモンだなと思います。では5枚目いきましょう。よいしょ。お、超タイプはこれこそ夏目さんだと思いますよ。夏目さんはエスパーのジムリーダー。おー、夏目のスリープ、このイラストも覚えてるな。これめっちゃいいね。なんかこう催眠術、あ、暗示をかけているんですね。催眠ポケモン、夏目のスリープが出ました。スリープなんか子供の頃ちょっとだけ怖かったな。暗示をかける、声投げて表なら次の相手の番、この技を受けた相手は技を使えないと。なかなか催眠っぽい効果を持ってるなと思いました。じゃあ折り返して6枚目いきましょう。よいしょと。お、93のダイヤ、ちょっとわからないな。あー、ゴースト、いいっすね。夏目のゴースト、なんだこのイラスト、すごいこう分身してる、かっこいい。ガス状ポケモンなんだね。ナイトスピリッツという技を持っています。ゴース、ゴースとゲンガーの数だけ、コインを投げて表の数かける30。あー、なんかすごく僕が好きそうな効果だ。逃げ値ゼロだし、なんか当時に戻ったら僕すごくデッキを組みたいなと思うテキストですね。いやー、やはり151匹いいですね。いやー、楽しいぞ楽しいぞ。じゃあ次見ていきましょう。よいしょ。4番ということはこれは人影ですね。カツラの人影か。
よいしょ、おー、カツラの人影。これもなんかありものの素材をちょっとあの回転をかけてエフェクトをかけましたみたいな感じだけど、ごめんなさい、はい、そんなことを言うべきではないですね。メラメラという技を持っています。自分と相手についているエネルギーカードを1枚ずつ選び、それぞれトラッシュする。なんか面白い効果ですね。すごく使いどころをしっかりすればハマることも多いと思いました。では次8枚目見ていきましょう。よいしょ、丸122はなんだ、夏目のバリヤード。お、可愛くないこれ。なんか後ろ振り返ってなんかこっちを見ているぞ。しかもなんかこれさ、両壁張ってるんじゃないかな。受けるダメージを軽減する壁を両方張っているような感じですかね。バリアーポケモン、身長 1.3m、 体重は結構重めの 54.5kg。 手品だってめっちゃ可愛いじゃん。自分の手札から最大ちょっと難しかった。さあでは9枚目見ていきましょう。お、124、バリアードの次の次、なんだ、ちょっと全然わからないです。しかし夏目さんのカードがいっぱい来ている。ちょっと絞って見ていきましょうか。良い行いと抱きつく。いや全然わかんねえ。なんだ、良い行いをする。あ、ルージュラ、何これ、めっちゃいいじゃん。あ、このカードはあまり記憶にないというか、このイラストめっちゃいいんじゃない。ルージュラの中で一番可愛いんじゃないか。いやちょっと他のルージュラがどれほどあるか知らないんだけど、すごくいいイラストじゃないですか。人型ポケモン 1.4m 40kg。 なるほど、うん、なるほど、それ以上のコメントはやめておこう。さあということで10枚目レア枠キラカードが出てきます。種類は結構多いんだけど、カツラのリザードンが一番欲しいかな。じゃあ最後1枚見ていきましょう。一気にいきます。せーの、ドン。おー、かっけー、夏目のゲンガー。これはいいんじゃないか。夏目のゴーストも出てるし、ゲンガーは人気ポケモンだし、いやいいでしょ。なんかさ、うっすらと透けてる感じがしますね。あのシャドウポケモン、ゴーストポケモンだから、うっすらと透けている感じだと思います。いやーいいっすね。レベル39、 HP は80と、ちょっとここの下の部分にダメージがあるのがしょうがないかなという感じですが、夏目のゲンガー出てくれました。非常に嬉しいです。大切にします。さあ本日の開封結果はこんな感じでした。エスパーポケモンがねめちゃくちゃ多かったです。これで9裏は一区切りを迎えるんですが、ここからね金銀のカードが増えてきて、そっちもめちゃくちゃ買ってたし、なんだったらそっちの方が買ってたまであるんで、多分やろうかなとは思っています。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また見てくださると嬉しいです。バイバイ。